シルバートンへ到着する列車デュランゴシルバートン狂気鉄道はアメリカ合衆国コロラド州でデュランゴとシルバートンを結ぶ36インチ期間の45マイルの路線を運行している狂気の保存鉄道であるアメリカ合衆国連邦政府によりアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されておりまた米国土木学会により歴史的土木建造物に指定されている この路線はもともと1881年から1882年にかけてデンバー・アンドリオ・グランデ鉄道によりサンファン山地にある鉱山へ星々と人を運び込み金と銀の鉱石を搬出するために建設されたこの路線はデンバー・アンドリオ・グランデ鉄道のアントニトとデランゴを結ぶ路線の延長であったクンブレストルテックシーニック鉄道が アントニトとニューメキシコ州茶間の間を運行しているが、残る茶間からデュランゴまでの区間は廃止されて撤去されている。しかしながら、デュランゴとシルバートンの間の路線は、現在は観光用の旅客輸送保存鉄道であるとは、いえ、1881年以来ずっと運行が続いており、アメリカ合衆国では、数少ない蒸気機関車の運行がずっと見られる路線である。 1981年3月にデンバーリオグランデウェスタン鉄道がこの路線を売却して、デュランゴシルバートン狂気鉄道が設立された。車両の中には1880年代に遡るものもある。当期にはデュランゴからカスケード Y まで運行され、下期にはデュランゴからシルバートンまで運行される。ウィリアム・ジャクソン・パーマーはペンシルバニア鉄道の中で、 事務官から社長まで登り詰めた鉄道技術者である。南北戦争で将軍として参加した後、彼はメキシコとコロラドを結ぶ南北の鉄道を構想し始め、デンバーアンドリオグランデ鉄道を設立した。彼はコロラドの山がちな地域には狂気の路線が適していると考えていた。1881年8月5日にデンバーアンドリオグランデ鉄道が デュランゴに到達した。デュランゴは町自体が鉄道によって1880年に設立されたところである。この年の秋にシルバートンまでの建設が始められた。それからわずか11ヶ月後の1882年7月にシルバートンへ到達した。すぐに旅客特貨物の輸送が開始された。1997年3月にチャールズ・ブラッドショージュニアは フロリダ州ハリウッドに本拠を置く、ファーストアメリカンレールウェイにデュランゴシルバートン狂気鉄道を売却した。その後1998年7月に鉄道はアメリカンヘリテージレールウェイズに再度売却された。その当時アメリカンヘリテージレールウェイズはフロリダ州コーラル・ゲーブルズに本拠を置いていた。その後本拠がデュランゴへ移転した。現在はデュランゴ シルバートン狂気鉄道は、デュランゴとシルバートンの2カ所に、博物館を有している。多くの古い客車が運用に復帰している。デュランゴシルバートン狂気鉄道では、石炭滝の蒸気機関車とディーゼル機関車を運行している。形式の説明、編集今日、デュランゴシルバートン狂気鉄道で運用されている蒸気、機関車は、 1920年代に製造されたものである。2種類の型があり、車軸配置と牽引力に基づいて名付けられた K-28 型と K-36 型がある。K は車軸配置2から8から2の三角型を表すものである。この型で最初に製造された機関車が1887年に日本鉄道向けに ボールドウィンロコモティブワークスで作られたことに由来する型である。数字の28と36は、機関車の牽引力を1000ポンド単位で表したものである。K-28 の牽引力は、定格27,500ポンドで、K-36 の牽引力は36,200ポンドである。炭水車に燃料と水を満載した状態での、 重量は、K-28 が254,500ポンド、K-36 が286,600ポンドである。470シリーズ、編集 K-28 型473号機関車が、デュランゴからシルバートンに到着したところ、1990年6月470シリーズは、車軸配置2から8から2の K-28 型、蒸気機関車で、 デンバー・アンドリオ・グランデ鉄道により、貨物用に設計され、全部で重量が生産された。これらの機関車は、ニューヨーク州スケネクタディのアメリカンロコモティブスケネクタディ、工場で1923年に製造された。K-28 型は28000ポンドの原因力があり、加熱式で、ボイラーには2つのノンリフティングタイプのインゼクターで、水を供給していた。ブレーキは、 6ET 型自動空気ブレーキを備えており、また日常の旅客列車では二次的に直通空気ブレーキも用いている。これらの機関車は小型なので、始発や周発の編成の短い列車や補助機関車、区間列車などに用いられる。K-36 型に比べて小型で古く、出力が小さいにもかかわらず、アルコの設計がバランスや補助に優れていたため、機関士たちは、 こちらの機関車を好むことがある。機関車が出力を発揮して走行している時には、貝の殻の形をした焚き火口扉が、ドラフトにより内側に強く吸い付けられてしまうために、燃料を焚くのが難しくなることがある。ボイラーの燃焼ガスの漏れがあると、ドラフトの問題は K-36 型に比べて、対処が難しくなることがある。この機関車が出力を発揮して走行している時の、 燃料の炊き方は大きなかかと方式と呼ばれ、過失甲板側の石炭をできるだけ薄く敷いて、そこから焚き火口に向かって次第に石炭の厚みを増して焚き火口のところで扉と同じ高さかそれ以上になるくらいにする。これによって通常は非格子とレンガアーチの間にドラフトが通らないのに対して非格子の前側の石炭を薄くした部分からの ドラフトが強制的に通るようにする。火の調子を見るテクニックを覚えるのに時間がかかることや、より大きな過失を持っていて、テクニックのいらない K-36 型が一般的に用いられていて、K-28 型の運用が限られていることなどから、新人の機関女子はこの炊き方を覚えるのに苦労することがある。 全部で10両生産された470シリーズのうち、473号、476号、478号の3両だけが残っており、その全てをデュランゴシルバートン狂気鉄道が所有している。他の7両は第二次世界大戦中にアラスカ州のホワイトパスユーコンルートで用いるために1942年にアメリカ陸軍によって徴用された。 これらの機関車は1946年に廃車、解体された。473号、476号、478号は、デンバーリオグランデウェスタン鉄道の多くの路線で運行されていた。473号は、コロラド州、アントニトとニューメキシコ州サンタフェの間の1941年に廃止となったチリ線でよく運行されていた。 476号と478号は、デュランゴとアラモーサの間を走るサンファン山地の旅客列車で1951年まで広く用いられていた。これらの産業は、1950年代から1980年までシルバートン支線で運用され、今日でも用いられている。473号、478号は運行可能な状態にあり、 476号は保管されて博物館の展示状態で大きな修理を必要としている。480シリーズ、編集 K-36 型の482号と480号、シルバートンにて480シリーズは K-36 型の蒸気機関車で、デンバーリオグランでウェスタン鉄道向けに設計され重量が製造された。 これらの機関車は1925年にボールドウィンロコモティブワークスで製造された。480シリーズはデンバーリオグランデウェスタン鉄道向けに製造された最後の狂気の蒸気機関車であった。デンバーリオグランデウェスタン鉄道の狂気の鉄道網で貨物を牽引するために用いられた。型の36は牽引力3万6千ポンドであるところに由来する。 これらは、外側大枠の三角動型で、すべての動輪に、大枠より、外側のカウンターウェイトが取り付けられており、実利的な外観を生み出している。現在はこれらの機関車は6、ET 型自動空気ブレーキと、二次的に直通空気ブレーキを備えており、日常の運行に使用している。12両までの客車を牽引しているが、それ以上の客車の時には、重連運転にする必要がある。 デュランゴ以外では、重連運転にしないのは、煙のせいであると一般に信じられているが、実際には k 十六型が二両以上、同時に通ることができない十五番通りの橋の、重量制限のためである。k 十八型は、重連運転にできる。機関車は、製造時点では、煙室の設計が、マスターメカニクス式であったが、デンバーリオグランデウェスタン鉄道が時期は、 不明であるもののアンダーソン式に改造している。ボイラーへの給水は2つのノンリフティング式のインゼクタによっている。40平方フィートの飛行士面積は、狂気用の機関車としては、最大で手作業で投炭が行われている。K-28 型に比べれば、これらの機関車の投炭は単純ではあるが、大きな、火床面積のために、多くの石炭が必要である。 典型的には、シルバートンへの上りで3から5トン、デュラン越えの帰りで1から2トンの石炭を消費する。人間工学的には、乗務員の座席が後ろに位置しすぎていて、加減弁や砂巻き装置を操作するために、機関士が頻繁に前のめりにならなければならないので、他の機関車に比べて快適とは言い難い。アルコ設計の k 十八型に比べると、走り装置も早く痛みやすく、 その荒々しい乗り心地により乗務員の健康を損ないかねないものがある。デューランゴシルバートン狂気鉄道では480号、481号、482号、486号の4両の K-36 系を所有しており、すべて運行可能な状態である。カンブレス ドルテックシーニック鉄道が483号、484号、487号、488号、489号を所有している。485号は不運にも1955年にサリガにある転車台の穴に転落してしまった。その後解体されたが、いくつかの装備品、走り装置関係や弁装置などが残されて、他の機関車に使用されている。 490シリーズ、編集 K-37 型493号機関車、シルバートンにて490シリーズは K-37 型ともされる、ボールドウィンロコモティブワークスにより1902年に、デンバー・アンドリオ・グランデ鉄道向けに13両が製造された、標準機のクラス190の車軸配置2から8から、例の機関車の一部である、 1928年と1930年に C-41 型のうち重量がデンバーにあるバーンハム工場で狂気の車軸配置2から8から2の機関車に改造された。デュランゴシルバートン狂気鉄道では K-37 型を1両のみ運行した。497号は1984年に改造され7年間運行された。これは K-37 型でシルバートンへ入った唯一の機関車である。この機関車は後にジューリンがアニマス渓谷の曲線を通過するのに問題があると判断された。デュランゴシルバートン狂気鉄道は497号をカンブレストルテックシーニック鉄道の K-36 型482号と交換した。 493号と498号は、デュランゴシルバートン狂気鉄道が所有しているが、運行可能な状態にない。ディーゼル機関車がデュランゴヤードに初めて導入されたのは1960年代のことで5 5号機関車であった。50号は現在、コロラド州ゴールデンにあるコロラド鉄道博物館に保存されている。アメリカ陸軍輸送ーも、 1950年代にデュランゴで試験的、限定的に用いられた6軸の狂気用ディーゼル機関車3000号を所有している。デュランゴシルバートン狂気鉄道では2009年現在3両のディーゼル機関車を運用しており、また4両目が暫定的な修復過程にある。狂気のディーゼル機関車は他の狂気の設備と同様に稀なものである。デュランゴ シルバートン狂気鉄道のディーゼル機関車はすべてがセンターキャブスタイルで以下に各車両を示す。1号機関車は50トン型センターキャブの機関車で1957年に製造されたアーカンサスライムストーン鉄道から購入した。2002年にミッショナリーリッチで火災が起きた際にはデュランゴシルバートン鉄道では 自発的に蒸気機関車の運行を中止した。運行を継続するために運用中。7号機関車は87トン型センターキャブの機関車で1975年に製造され、もともとミシガン州スーセントマリーでアルゴマ製鉄7号機関車として使われていた。デューランゴシルバートン狂気鉄道のオーナー、アレンシー・ハーパーにちなんでビッグ。 あると名付けられた。9号機関車は2006年3月に購入された92トン型センターキャブ機関車である。11号機関車は US スチールがゼネラルエレクトリックの部品を使って製造したものである。2006年3月に購入された98トン型センターキャブの機関車である。運用中、レールバスの RB-1 は 1987年から88年にかけての冬に製造された。当初は1001号と番号が振られ、名前はタマロンとなっていた。32人の座席があり、荷物室とトイレを備えており、キャタピラー車勢6機筒300馬力エンジンを搭載していた。アニマスリバー鉄道での運用を想定しており、その運行が終了した後は、 デュランゴヤードでの入れ替え機関車として使用された。それから数年後、2002年のミッショナリリッチでの火災に、際しては営業運行に復帰したが、現在は運行されていない。客車の中には、減損する最古のものもある。売店車、編集デュランゴシルバートン狂気鉄道の多くの客車と、同じく、売店車は、デンバーリオグランデウェスタン鉄道が何度も、客車を番、階板。 改造してきた歴史の例となっている。一般客車、編集デュランゴシルバートン狂気鉄道は、一両の合わせ作り車213号を運行しており、ビッタールートマインと名付けられている。デュランゴシルバートン狂気鉄道によって1983年に製造され、ホームランチと名付けられていた。車椅子の旅客のための油圧リフトを備えている。デュランゴ シルバートン狂気鉄道は他にも何両かの客車を運行している。257号シェーナンド1880年製造。270号ピンカートン1880年製造。291号キングマイン1881年製造。311号マックフィー1881年製造。319号ニードルトン。 1882年製造。323号、アニマスシティ。1887年製造。327号、デュランゴ。1887年製造。330号、カスケード。1963年製造。331号、ドリンブル。1963年製造。332号、ラプラタ。 1964年製造。333号、タコマ。1964年製造。334号、ハーモサ。1964年製造。335号、エルクパーク。1964年製造。336号、ロックウッド。1964年製造。337号、サンファン。 1964年製造312号と同じ名前が付けられている。新コアニマス B-2 号、編集新コアニマスは1883年に製造された移民用寝台車であった。移民用寝台車は設備がほとんどなく旅客の快適性への考慮がほとんどない。当初の新コアニマスは定員30人であった。 1913年にビジネスカーに変更された。1963年に新コアニマス社が購入して、その会社の名前から今の名前が付けられた。1982年に新コアニマスはデュランゴシルバートン狂気鉄道に売却された。下記を通じて毎日運行されている。ノーマット B-3 号、編集ノーマットは1878年に、 製造され、当初の名前は、フェアプレイであった。1886年にビジネスカー N 号に改造された。伝えられるところによれば、デュランゴリオグランデ鉄道の社長であった、ウィリアム・ジャクソン・パーマーはこの車両を好んで利用していたという。フェアプレイは、大統領のウィリアム・タフト、ユリシーズ・グラント、セオドア・ルーズベルトらを乗せたこともある。 1951年から1982年まで何社かの手を当たり、フェアプレーはノーマットに改名された。デュランゴシルバートン狂気鉄道は1982年にこの車両を購入した。今日、ノーマットは今も運行している客車としてはアメリカで最も古いものとなっている。下記を通じて毎日運行されている。ゼネラルパーマービー -7 号。B 編集ジェネラルパーマーは、デンバー・リオ・グランデ鉄道のビジネスカーとして1880年に製造された。後年破損した状態となっていた。2001年に25万ドルをかけて、デュランゴシルバートン狂気鉄道により復元された。内部には、インターネット、ジェネラルパーマーは、アレン・ハーパーが所有しており、彼と家族、来客向けに専用に使用されている。 サンファン312号、編集サンファンは1887年に、デンバー・アンドリオグランデ鉄道によって製造され、最高窓を備えた屋根と丸妻を備えている。灰色で仕上げられており、座席は46席備えていた。1937年に、アラモサ工場で改造された。その際に、ベスティビュールを備え、蒸気暖房と電灯を装備し、 さらにデラックスなヘイウッドウェイクフィールド式リクライニングシートを24席設置した。デュランゴシルバートン狂気鉄道は312号をシルバートンと命名した。2007年から2008年にかけての冬に角に詰め込みすぎの座席構成を改造して、夏季を通じて毎日運行されている。アラモーサ350号編集。 アラモサは1880年製造で、当初はヒルダゴと名付けられた、トン式座席を装備した座席車25号であった。1885年に403号に変更された。1919年に資産査定を行うスタッフのオフィス兼居住者として改造された。この資産査定は、第一次世界大戦でアメリカの鉄道が国によって一時的に管理された後、 この鉄道網がデンバーリオグランでウェスタン鉄道に変換された時にすべての鉄道の資産を登録するために行われたものである。1924年にサロンと喫煙室を備えた車に改造された。1937年にさらに改造されてアラモサと名付けられたサロン兼ビュフェ社となった。閉鎖式のベスティビュールと蒸気暖房、電灯を備え、 座席が14人分あった。1957年に座席車に改造された。1959年に350号に改版された。1981年にデュランゴシルバートン狂気鉄道が購入してサロン車として改造し25人用の座席を備えた。同名の車両がかつて存在していたがリオグランデサザン鉄道での脱線事故により破壊された。 この車両は家けを通じて毎日運行されている。プロスペクター630号。編集プロスペクターは1984年にハントという名前の座席車として製造された。2009年に上級の家族向け車両となった。快適なテーブルと座席を備えた構造になっている。天井には拡大された路線図が掲載されており、乗客が 旅程の進行を簡単に終えるようになっている。トールティンバーレジェンド631号、トールティンバーレガシー632号、編集631号は1985年に製造され、ノーススターと名付けられた。632号は1986年に製造され、テフトと名付けられた。どちらも乗客の増加に対応するために一般旅客車として製造された。 2009年に詰め込みすぎの座席について改造された。この2両は主にトールティンバーへ、ジップライニングに行く旅客を運ぶために用いられている。開放式展望車、編集開放式のトロッコ405から402号は1963年に製造され、客車の台車、金属製の屋根、タイル張りの床と座席を備えている。 403号から405号は1967年のシーズンに向けてシルバートンで製造された。1982年から1985年にかけてデンバーシルバートン狂気鉄道は411号、412号を製造した。406号から409号、413号から416号は1982年から1986年に。 かけて製造された。シルバービスタ313号、編集シルバービスタは1947年に、デンバーリオグランデウェスタン鉄道が製造した。人気のあるガラス製の屋根を備えた展望車で、この方式の唯一のものである。当初のシルバービスタは1953年に、アラモサで火災にあって消失した。とても人気がある車両であったので、 シルバートンとアントニーとの間の路線を廃止できるように、わざと収入を落とす目的で、デンバーリオグランデウェスタン鉄道が、故意に破壊したのではないかとの憶測がある。シルバービスタは2006年に再建され、夏季を通じて、毎日運行されている。リオグランデ415を、編集リオグランデは1987年から1988年に、かけての陶器に製造され、 当初はレールバスの付随車1 0 0 2号で赤く塗装されていた。アニマスキャニオン鉄道のディーゼルレールバスと共に使用されていた。1992年から1997年までは保管されており、その後開放式展望車313号に改造された。シルバービスタに似ていたために313号の番号が付けられたものである。 シルバービスタが2006年に製造された後、410号に改版された。2006年から2007年にかけての冬に再度改造され、快適で大型の座席を備えたより、広々とした視界の展望車に改造された。下記を通じて毎日運行されている。カブース0505号は1886年に製造され、休憩場所と食事の提供を考えて保管されている。 カブース05405は1881年に製造され小さな倉庫を有しており様々な工具や補給物資を搭載している。発線作業に用いられている。カブース05005、編集カブース05005は1886年に製造された全長17フィートのカブースである。当初はデンバー・アンドリオ・グランデ鉄道1号であった。1950年に ボブリチャードソンへ売却された。クリップルクリークで1987年に運用に戻された。1993年にルランゴシルバートン狂気鉄道が購入し、当初の状態に復元した。貸し切り運行が可能であり、8人を乗せることができる。レールキャンプカー3681号。編集レールキャンプカー3681号は、もともと、 デンバーリオングランでウェスタン鉄道の有害者である。デュランゴシルバートン鉄道によって1984年に改造され、台所、風呂、ベッドを備え付けられた。カスケードキャニオン Y までキャンプをしに牽引されていく。8人までのグループを乗せることができる。デュランゴシルバートン狂気鉄道は、デュランゴヤードからシルバートンまで45マイルの道のりを、 5回あります。川を渡りながら運行する。シルバードンに列車が到着して、乗客を降ろすと、列車はデルタ線を回って、向きを変え、戻ってきた乗客を乗せるためにバックして戻ってきて、デュランゴまでの帰りの運行を行う。45マイルの道のりを走るのに、定期列車は片道3時間30分かかり、シルバードンで2時間15分待ち合わせる。 デュランゴから出発する列車は一般的に乗務員が到着してから列車の出発まで1時間ほどかかる。制度主が列車の掃除具合を調べ、手畑や微糖などその日の運行に必要な備品が揃っているかを検査する。車掌は乗務員の出勤を記録し乗客リストを入手し乗務員への報告を行う。機関士と機関上司は機関車の検査をして、 すべての機械類が潤滑され、適切な状態。機関助手は、十分な石炭と水が炭水車に搭載されていることを確認し、潤滑油が供給されており、自動潤滑装置が機能していることを確認する。また運転台を掃除し、機関車と炭水車から灰柄とゴミを吐き出す。機関車の準備ができると、機関車は本線へ引き出され、機関車を動かして、 ブレーキの性能試験を行う。また、煙室とシリンダー内の清掃を行い、潤滑のためにシリンダーを温める。制度主が列車に機関車をつなぎ、車両工場の人も機関車を手伝って、ブレーキテストを行う。デュランゴシルバートン狂気鉄道の定期列車は、時刻表に基づいた方式で運行されるが、臨時列車や特別な状況下では場合によっては、 時刻表は無効とされることがある。デュラン号を出発する列車は、列車の末尾が、プラットホームから離れるまで5マイルパーアワーで進行し、その5ヤード内の制限区間を抜けるまで10マイルパーアワーで進行し、本線上では15マイルパーアワーで進行する。15番通りの橋は、デュランゴヤードのちょうど東端にあり、ここに保線員の物置が置かれており、 また線路見回りの人が通過する列車の点検を行う。32番通りまで線路はほぼ平坦で、そこから小さな丘があって36番通りまで少し機関車が出力を上げる。そこから列車は4分の1マイルほどの下りになり、これを利用して20マイルパーアワーまで加速して、36番通りからハーモサまでこれを維持する。ホームランチにはデュラン号を出て、 最初の対比線があるが、ポーラーエクスプレス号の向きを変えるための新しいデルタ線は、ここより少し東側に作られる予定である。この鉄道のほとんどの区間は川に沿って渓谷を曲がりくねって走っているので、この区間は鉄道の中で最も直線的な区間である。この区間ではバイクに乗って列車に並走することができ、ハーモサに向かって登り始めるために、機関車 トリンブルレーンを通過すると、勾配が次第にきつくなるので機関車がさらに活発に稼働するようになる。定期列車では、デュランゴからハーモサまで40分ほどかかる。ハーモサには、小さな保線用ヤードと側線、そして淡水車に水を補充する最初の給水所がある。10連運転の列車は、しばしばここで補助機関車を連結する。補助機関車は列車に先行して、 ハーモさえやってきて、水を補給した上で列車の到着を待つ。本無機関車が水を補給している時に連結して、重連運転となる。ブレーキテストの後、谷から離れて列車が上っていくにつれて、この鉄道を特徴づける多くの曲線をこなしながら、機関車が活発に列車を牽引していく。デュラン号を出て一時間が経ったところで高速道路百五十号線の下をくぐり、 10マイルパーアワーへ減速して小さな崖の端に沿って線路が走る岩棚を通り、そこから再度加速してシャロナの牧草地を走る。ここにシルバートンまでで最後の踏切がある。踏切の後再び減速し、シャロナ湖の上にある岩場に沿って曲がりくねった道を進み、カーブを抜けるとロックウッドへ到達する。ロックウッドには小さなデルタ線と側線があり、また路線で、 最初のフラッグストップがある。デュランゴからは、鉄道で1時間10分の距離にあり、近くの住民が街まで運転していくよりも列車に乗っていきたいという需要があるからである。間もなく勾配は峠を越えて、十連運転の列車では、補助機関車がカットオフし、タンククリークへと走っていく。列車は狭い岩の切り通しに入り、アニマス峡谷を通る唯一の地上交通機関となる。 高い崖の側面に沿って列車が曲がりくねっていく、有名な区間に入り、列車はゆっくりと進行する。471.2マイル地点にある橋の上で、機関士は、機関車のボイラーに溜まった、沈殿物を吐き出させ、また、機関上士は、自分の側から後方を見て、最後尾に乗務している。制度主が、列車の最後尾が橋を通過したという信号を送って、来るのを確認すると、 機関士は再び列車を15マイルパーアワーまで加速させてシルバートンまでの残りの区間をこの速度で進行する。ここから線路はアニマス川に沿って進行し、ここからカスケード峡谷までの間は勾配が頻繁に変化する。タコマには次のフラッグストップがあり、ここにも側線がある。474.5マイル地点にはタンククリーク給水所があり、 ここで停車して水を補給する。機関助子はおよそ4000ガロンの給水を行って、淡水車を満タンにし、機関士は機械や軸受けの点検と注油を行う。重連運転の列車の場合、補助機関車を連結し直して、再度ブレーキ試験を行う。タンククリークからはトールティンバーリゾートまで1マイルほどである。その後、列車は非常に狭い岩壁の上を走り、 勾配のある曲線を曲がってカスケードへ到達する。カスケードはデュランゴから2時間26マイルの距離で、この先には流れ防止庫があることから、当期には列車はここにあるデルタ線を利用して折り返す。アニマス川を3回目に横断して東へ向きを変えてニードルトンへ向かう。この区間の勾配は、 短く急な3%の勾配と長く緩い2から2.5%の勾配が階段のように繰り返し現れ何度も向きを変えながら曲線が繰り返される。デュランゴまでにデンバーリオグランデ鉄道が建設してきた本線と異なりシルバートン支線では曲線により列車抵抗が増大する分を保証するために曲線部分で勾配を緩くするということは行われておらず、また 背向き曲線のために、機関車と列車の編成が異なる向きを向いた状態になることがある。481.5マイル地点にある岸壁の上の、急な曲線20マイルパーアワーの速度制限が設定されている。ニードルトンの側線から0.5マイルのところに、ニードルトンフラッグストップがあり、さらに0.25マイルのところに、ニードルトン給水所がある。ニードルトンフラッグストップは、 シカゴ盆地へハイキングに行く人のためにあり、また時折この付近の森に小屋を持っている入植者が利用することもある。ここのフラッグストップや給水所からの発車に際しては、大変運転が困難で、空転を防ぐために、レールに巻かれた砂の量がそれを示している。再発者のために、少し機関車をバックさせなければならないこともしばしばで、ある。西行きの列車の場合、 シルバートンへ出発する前に積む必要のある水は1000ガロン程度であるがこの先に最も急な勾配が待ち構えているニードルトンを出発してしばらくは2.5%程度の勾配で486マイル地点付近ではやや緩やかになるがそこから急激に急勾配になって488マイル地点で4%に達する八十八マイル地点から エルクパークまでは緩い曲線と勾配となって、機関女子はようやく休息することができる。エルクパークはシルバー、エルクパークはニードルトンほどハイキングをする人に利用されてはいないが、コロラドトレールと交差している場所で、またシーズン中には狩猟に出かける人がよく利用する。エルクパークを出ると、アメリカ中で最もなだれ防止行が集中している一帯を通る。 スノーシェットスライドには、かつて実際にスノーシェットが存在していたが消失し、残骸が残るのみとなっており、そこから名前が取られて、地名となっている。スノーシェットまで少し下り勾配になっており、そこを過ぎると、シルバートンまでは、ゆるくわずかな勾配の曲線が続く快適で楽な道のりである。渓谷が最も狭くなっているカタラクトにある、 究極線に接近すると機関士は警笛を鳴らし、シルバートンのある広い谷へ入っていく。シルバートンのヤードに入る前に、最後のアニマス川横断がある。車庫の前を通り過ぎる前に、列車は10マイルパーアワーまで速度を落として、長い警笛で到着を知らせる。列車が到着すると乗客が下車し、乗務員は整備のために列車をデルタ線に送り込む。新しい早落と市の溝が、 既存のものが大規模修理を必要とする時に備えて建設されている。次の乗客のために列車を駅に戻すと、機関士は機関車を再度点検、注油し、他の乗務員はデュラン越えの袋のためにブレーキ試験を行う。列車はその時の条件、または設備が整っていない時以外は、ほぼ直通空気ブレーキを使って運転する。 タコマの東までは列車を動かすためには蒸気を使う必要がほとんどなく、またロックウッドへの勾配を通った後は、デューランゴ付近のトリンブルレーンまで打業することができる。水に関しては、シルバートンからの列車はニードルトンで満タンにするが、カスケードからの列車は帰りに水を補給する必要はない。デューランゴに到着した列車からは、蒸気機関車は整備のためにすぐ切り離され、 車庫のスタッフは夏には4両から5両の機関車が集中することになり忙しくなる。整備作業としては、炭水車に石炭を搭載し、夜間に火を維持するための木のペレットを投入し、砂巻き装置に砂を補給し、機関車の運用に応じて清掃を行ったり火を落としたりし、線稽古に機関車を収容して、注油給水を行う。夏季に、 毎日90マイルを重い列車を引いて走行すると、走り装置が傷んでくることがあり、時折大きな修繕を必要とすることがあるが、この作業も線形庫で行えるようになっている。デュランゴシルバートン鉄道では、蒸気機関車がすぐに車庫に引き上げて、整備を受けられるように、小さな入れ替え用ディーゼル機関車を数量保有しており、保線作業やヤード内での入れ替え作業に用いている。 デュランゴシルバートン狂気鉄道では2つの博物館を運営している。デュランゴシルバートン狂気鉄道博物館とシルバートン貨物ヤード博物館である。どちらもデンバーリオグランでウェスタン鉄道で用いられてきた歴史的な機関車と鉄道用品について展示している。デュランゴシルバートン狂気鉄道博物館は1998年に開設され、 アメリカ全体の鉄道の中でも特に南西コロラドの鉄道について取り上げている。博物館はデュランゴの線形庫にある。線形庫の半分は蒸気機関車に使われており、残りの半分が博物館となっている。博物館はデンバーリオグランデウェスタン鉄道やその他の鉄道の記念品などを展示している。他にもデュランゴやシルバートン地域の記念品を展示している。 工ゲージの鉄道模型レイアウトが設置されている。このレイアウトでは、デンバーリオグランでウェスタン鉄道に似た狂気の鉄道を取り上げている。明日に向かって打ての映画撮影に用いられた車両が映画車となっており、鉄道の情報や教育用映画などの上映に用いられている。クラス70機関車42号、編集展示されている蒸気機関車42号は、 1887年に、デンバー・アンドリオ・グランデ鉄道向けに、ボールドウィン・ロコモティブワークスで製造された6両のクラス70機関車の1両である。時長35トンで17,100ポンドの牽引力がある。当初は4 2 5号という番号であった。1916年11月にこの機関車は、リオ・グランデ・サザン鉄道に売却され、1952年に、 廃線になるまで使用された。コロラド州、マンコスの東にあるグレーディから、デュランゴへ向かって42号とカブースが走ったのが、リオグランデサザン鉄道で最後の列車運行であった。1953年に、アラモサのモーテルに売却された。1958年に、コロラド州ゴールデンにある、マジックマウンテンアミューズメントパークに売却され、そこで、石油燃焼に改造されて、 短期間運行された。1969年にコロラド州モニュメントの銀行の前に展示された。1971年にゴールデンへ戻されてヘリテージスクエアのレストランで展示された。最終的に1983年にデュランゴシルバートン狂気鉄道が購入してデュランゴへやってきた。運行可能な状態に復元されたことはない。 荷物車127号、編集荷物車127号は当初は、長物車6630号であった。映画の撮影のために1968年に荷物車に改造された。127号は、デュランゴシルバートン狂気鉄道が改造した3番目の売店車であった。仕様は限定的で予備の売店車として使用されていた。127号は、 博物館で映画社として使用されている。シルバートン貨物ヤード博物館は1999年に開設され、シルバートンの車庫とヤードに位置している。何両かの車両が展示されており、台所設備を備えた車両や側面に荷台を傾けられる無害車などがある。493号機関車はこの貨物列車の機関車として生体展示されている。 シルバートン車庫には地域の記念品などがある。アニマスリバー鉄道は1988年5月7日に運行を開始したディーゼルエンジン式のレールバスによる鉄道でコロラド州ロックウッドからアニマス渓谷に沿って走っている。この新会社はデュランゴシルバートン狂気鉄道によって設立されたものでデュランゴシルバートン狂気鉄道の掲げる 100%石炭、滝蒸気機関車による運転のモットーを守るために別会社にされたものである。レールバスにより、ロックウッドからのハイキング客や釣り客を警告へ輸送していた。かつての郵便荷物車66号が発見窓口、事務所、待合所として使用されていた。1987年から1988年に、 かけての冬に製造されたモーターカー1001号はタマロンと名付けられている。3二人乗りでキャタピラー車線6気筒300馬力エンジンを搭載している。荷物室とトイレを備えている。付随車1002号は48人乗りでロングシートとなっている。1988年5月7日の運行開始時には最初のレールバスは7時30分にエルクパークへ向けて 出発した。さらに12時30分、18時にカスケードキャニオンへの便があった。当初の予定では、アニマスリバー鉄道は5月7日から10月30日まで運行する予定であったが、機械故障のために9月4日までの運行となった。1989年には、レールバスは修理され5月6日から運行された。 12時1分発のカスケードキャニオン行きの便は10月29日まで運行された。5月27日から9月15日までのエルクパークまでの便は7時30分と15時30分に運行された。1990年にはアニマスリバー鉄道の運行スケジュールは同じであった。 アニマスリバー鉄道の最後の運行はこの年の9月23日のロックウッドからカスケードまでであった。寄付金が期待した額に届かず、それ以降一度も運行されていない。2002年のミッショナリーリッチでの火災に際して、デュランゴシルバートン狂気鉄道は自発的に蒸気機関車の運転を中止した。運行を続けるために、 レールバス線1号とその付随車線2号が旅客を輸送した。狂気の鉄道の設備や部品は珍しいものであるのと同様、今日では狂気の鉄道自体が珍しくなっている。狂気の鉄道車両が動体復元されたとしても、アメリカ国内で走行可能な場所はとても限られている。こうした車両は毎年8月に開かれる、デュラン デンバーリオグランデ・ウェスタン鉄道315号機関車は、1895年ボールドイン、ロコモティブワークス製 c 1 8型機関車である。当初は、フローレンスクリップル・クリーク鉄道が3号機関車として所有していた。その後、デンバーリオグランデ鉄道が購入して424号となり、さらに、 デンバーリオグランでウェスタン鉄道となった1924年に315号となった。1941年頃315号はデュランゴ駅でてヤードの入れ替え機関車となった。1949年までデュランゴで使用された。解体されるのを防ぐためにデュランゴの市政府が借り受けて保存した。1968年にデンバーリオグランでウェスタン鉄道が デュランゴへの路線を廃止するときに315号は地元の商工会議所に寄贈された。1986年にサンタリタ公園に保存された。315号の所有権は商工会議所から市政府へ移転した。2007年にデュランゴ鉄道歴史協会により運行可能な状態に復元され、時折デュランゴシルバートン狂気鉄道やカンブレス トルテックシーニック鉄道で運行している。レールバスのケーシー・ジョーンズは1915年にフォードモデル T から改造して製作されたものでギャロッピンググースの前身となったものである。もともとはコロラド州ユーリカのサニーサイド鉱山で救急車として使用するために設計されたものであった。鉱山の関係者がシルバートンへ通勤するためにしばしば使用された。 11人乗りの車室がある。ケイシー・ジョーンズは、サンファン歴史協会が所有している。下記には、シルバートン車庫の近くの側線に置かれており、冬季には、デュランゴのデュランゴシルバートン狂気鉄道博物館で展示されている。ギャロッピンググース5号は、リオグランデサザン鉄道によって製造され、1933年6月8日から、運行された。 1928年製のピアース・アローリムジンの車体と走行装置をもとに作られている。1946年から1947年にかけて第二次世界大戦の余り物である GMC 製トラック用ガソリンエンジンとウェイン車製のスクールバスの車体を用いて改造された。1950年に貨物・郵便室が改造されて、 観光客を20人さらに乗せられるようになった。ディオグランデサザン鉄道が1953年に廃止された後、ギャロッピンググース5号はコロラド州ドロレスで保管されていた。ギャロッピンググース5号はドロレスのギャロッピンググース歴史協会により1998年に完全に復元され走行可能な状態となった。デュランゴシルバートン狂気鉄道やカンブレス トルテックシーニック鉄道を訪問して走行している。デュランゴシルバートン狂気鉄道の列車は CW マッコールの歌ザ・シルバートンの主題となっている。デュランゴシルバートン狂気鉄道の列車は2006年の映画プレステージの最初に出てくる。ありがとうございます。